今講習を始める前にということで、ちょっといくつか確認をしていただきました。で、あとこの講習なんですけれども、講習会のサイトからリンクしてるところにいろんなこの講習で使う資料全部載っけてあります。どういうリンクに行くとかそういったことも載っけてありますし、今ご紹介したパワーポイントなんかもそこに貼り付けてあります。ですのでこの講習会はっきり言って出入り自由で大丈夫です。いろいろお忙しい先生方多いと思いますので、どうしてもという時は抜けていただいて、でもなるべくだったらここに聞いていただくと、手っ取り早いかなと思いますので、お時間の許す限りお付き合いいただきたいと思います。で、今日私のパートは、JST と NVDC についての紹介、それからデータ共有ということに対する取り組みについてご紹介するのと、それからポータルで、提供しているいくつかのサービスをご紹介します。それから、人に関するデータ関連のサービス、それから、その他のサービス、皆さんにとっては日頃の研究にお役立ていただけるかなというサービスをいくつかご紹介いたしたいと思います。講習会のその先ほど申し上げた資料の置き場なんですけれども、MODDB シナノというふうに検索していただくと出てくるページがあります。あるいは皆さんが申し込みをされたページ、講習会について NBDC から紹介しているページがあるんですけれども、そこからも一応リンク貼ってありますので、そこをご覧いただくとこういったページが出てきまして、でこのプログラムのところに、一番下のところにですね、講習会資料ですとかそういったものを貼り付けてありますので、ご覧いただければと思います。ライフサイエンスのデータベースを統合しようという試みについてなんですが、これパンフレットの裏のところにもちょっと年表が書いてありますが、ちょっと失礼して触らせていただきます。2006年の4月に情報システム研究機構というところで統合データベースプロジェクトという文科省が主導するプロジェクトが始まりました。これはライフサイエンスのデータベースっていろんなものがいろんなところにあるのは知ってるんだけれど、みんなすごい使いにくいよねとか、いっぺんに使えないのとか、いろんな要望がありまして、そういうことをいろいろ問題を洗い出して解決しようというプロジェクトでした。で、それが、2008年の12月に総合学術会議で、それをもっと推進していきなさいというような話がありまして、JST の私たちのセンターのところ、バイオサイエンスデータベースセンターに、このプロジェクトの成果を引き継ぐ形で、この NBDC というセンターを設置して、さらにこの事業を推進しなさいということが進められてきたわけです。で、データを共有することの意義なんですけれども、特に欧米ではその国とかで公的な資金、タックスですね、税金を使ってそのいろんなやった研究についてはそれで得られたデータについてみんなが使えるようにしなさいというようなそういう動きがありまして、一つには、研究結果を第三者の目でこう再現し、ちゃんと再現して検証するというような、そういう透明性の確保ですね、それに非常に重要であるということはもちろんなんですけれども、他に同じような研究をさらに何度も何度も繰り返さなくていいっていう、そういったことを軽減するとか、そういったことによってそのさらにその先のことをできるので研究やイノベーションを加速するといった、そういった効果はいろいろあるというふうに考えられています。それで、私どもの科学技術振興機構なんですけれども、こういった5つの大体こう5つのミッションがあるというふうにステートメントで述べているんですけれども、これの中の科学技術情報の促進流通ですね、このあたりのところの目標に絡めて私たちのセンターが活動をしております。で、私たちのセンターはこういったところです。さっきも言った2011年の4月に設立されていて、生命科学分野のデータベースを使いやすくするミッションということで、こういった講習会で皆さんにご紹介するのもそういった活動の一つということです。で、データベースに関する戦略の立案、どういったデータベースを集めてどういった形で皆さんに使えるようにしていこうかと、そういったことを戦略的に考えたりですね、それからそのサービスを提供するポータルサイトを運用するといったことと、それから、ライフサイエンスの中ってこういろんな分野多岐にわたって、こちらはやはり医学部なので人に関する研究が主だと思いますけれども、ライフというと微生物から人までという感じでいろんな分野がありますので、それぞれの分野でもってキーとなるような先生方にお願いしてデータベースをまとめていただくためのファンドを出すと、そういったこともしております。で、大体今事務方とかも全部合わせて30名ぐらいのスタッフでこういったサービスを提供するというような授業を進めております。
で取り組みとしては、まあ、戦略のポータルサイト、それから、統合化するためには技術的な開発も必要ですので、そういった開発、それからファンディングということで4つありまして、こちらまたスパンフレットの中を後ほどご覧いただければ分かるんですけれども、例えば技術的な開発に関しては、DBCL というこの、講習会を共催しているセンターと一緒になって技術開発を進めておりますし、それからファンドに関してはこういった先生方ですね、こういった先生方に、ファンドをお出ししてデータベースをまとめていただいて公開していただくといったことを進めているということです。で、私たちが呼んでいるのは、連邦型の統合、連邦型の統合 DB というもので、連邦型ってどういう意味かといいますと、NCBI、皆さんよくお使いになると思うんです。NCBI なんかは自分たちのセンターのところに何でもかんでも持ってきて、そこでとにかくデータベースそのものを運用するという形なんですけれども、それをやるためには膨大なこのサーバー資源とかが必要になりますので、私たちの考えているのは、それぞれのデータベースをそれぞれのところで運用していただいて、そこをバーチャルに統合したりするような技術開発をこういったところで、開発して、あたかも全部が一緒になっているようなものを目指そうということで、連邦型の統合データベースということで、推進をしています。で、生命科学分野のデータベースに対する要望を簡単にちょっとまとめると、こんな主な3つの点が、その統合データベースプロジェクトを開始した時点からありました。どんなデータベースがどこにあるのかがよく分からない、それで欲しいデータはもう誰かがすでに作成していて公開してるんじゃないかというようなことですね。そういった、要望があります。それから、複数のデータベース内をオーダー的に検索する、それぞれのサイトに行ってそれぞれのところで検索するのはもちろんできるんですけれども、そうじゃなくてもういっぺんに検索したいというようなことですね。それから、例えば文献とか特許とかそういったものとかと、分子データとか一緒に検索できればいいのにといった要望がありました。それからさらには、ご自分で、他の人のデータを利用することができないかということで、データセットを取得するということができないか、でこうインターフェースにとらわれずに自由に使いたい、それから手持ちのデータと合わせて、いろんな解析に使いたい、そういった要望があります。で、それに対して私たちのところで、答えているのが、一応、データベースのカタログということを、まあ、そのどんなデータベースがどこにあるかということに対する回答として一応サービスをしておるものです。それから、データベースの一括検索というような機能も持たせてあります。からデータセットの一括のダウンロードができるサイトも作っておりまして、そういったサービスについてこれからちょっとご紹介していきたいと思います。で、まあ、こういった形で仕組みとしてはデータベースをデータとかデータベースをいろいろ利用できるようにしていこうということなんですけれども、その時にちょっと、まあ、問題点がありまして、まずはそのどのようなデータが入っているのかということがよくわからないということがあります。で、それは例えば、まあ、中に入っているものがこれ画像であったり、それからまあ配列情報とか、数値情報であったりとか、まあ、グラフが入ってたりとか、いろんなものが入ってる、これどういうものが入ってるのかっていうことがよくわからないし、それからそのデータ項目についての説明がバラバラだったり、まあ、あるいは何もなかったり、そしたら置いてあるだけみたいな、そういったものがあるので、そういったものを、解消する必要がある。それから、もっとそもそも求められるデータがちゃんとその中に入ってるのかって、使いたいデータが見つからないというようなことがありますので、こういったことも解消していくために、まずその一つ目の解消のためには、データフォーマットを標準化してデータの説明をきちんとつけるというようなことをやっています。で、それから2番目のことに答えるためには、データを集めるための仕組みですね。で、公的な研究にはその帰宅を義務付けるとか、そういったことを、政府とかそういうところに働きかけてだんだん取り入れていただくとか、そういったこともやっています。で、もう一つ大きな問題点なんですけど、どのように使っていいのかよくわからないということがあって、利用に際しての条件がバラバラだし、そもそもどこに書いてるのかよくわからない。で、使用料を取られるんじゃないかとか、それから論文に引用してもいいのかとか、商用可能かとか、いろんなその条件が、まあ、きちっと書いてないことが一つ問題なんですね。で、そういったものを解消するためには、利用条件を標準化してそれを明示するということが必要で、まあ、データ作成者の著作権を表示したり、それからこういった区別をきちんと書くといったことが必要になってきます。で、それを利用の条件をちょっと分かりやすく、示すために、NPD 自体はこれクリエイティブコモンズという著作権に関するライセンスなんですけれども、これを採用しています。で、再利用と、これは再利用と共有を促進する仕組みで、表示、改変、禁止、非営利、継承といったこういう4つのライセンスの条件を組み合わせることで、
例えば表示だけすればどんな使い方してもいいですよというものから、表示してかつ、中身変えないで、営利に使っちゃダメというようなちょっと厳しいところまで、まあ、大体この6種の、利用条件を選択するようなことができるというようなライセンスの仕組みになっておりまして、で NVDC ではまあ一番緩いものとしては、表示していただければまあいいものというのがあるんですけど、あとは表示して使った後でさらに同じ条件で公開してくださいねといったそういったお願いをしているので、表示継承というものと表示、それからさらにはもう全然何も明示的に私は何の権利も主張しませんということを書いていただくという CC0 というパブリックドメインにするというような宣言の仕方もありまして、こういったものを使ってデータを提供していただく方に表示していただくということをお願いしているわけです。さて、ではじゃあ実際に具体的にウェブサイトの方を見ていきたいと思うんですけれども、資料ももちろんなんですけど、皆さんこの NBDC のポータルサイトは、まあ、Google とかでですね、NBDC と引いていただければおそらくトップに出てくると思うので、それでちょっと見ていっていただきたいと思いますが、先ほどご紹介した3つの、いろんな問題点に対するサービスっていうのは一応この左肩の一番見やすいところに集めてあります。カタログと一括検査、それからデータの一括ダウンロードですね、こういったことになります。その他にもいろいろな40種類以上のサービスがあります。基本的にその生命科学のデータベースに関連したサービスに特化しておりますので、そういったものしか集まってはないんですけれども、であと登録全く不要です。サイト検索してリンクに行っていただければ分かる通り、何もどこにも何も認証とか入っていません。でもちろん無料で提供してますし、どこからでも誰からでも認証とかないのでお使いいただけると、そういったサービスになっています。でまずはそのデータベースのカタログについて、見ていきたいと思います。データベースのインテグバイオデータベースカタログと呼んでるんですけども、これの概要としましては、収録のデータベース3000件以上、国内のものにやっぱり注力してちょっと集めてるんですけども、900件以上のデータベースがありまして、それに対して、所在情報ですとか説明情報をきちんとつけて出しているカタログです。で、記述項目としてこういったものがちゃんと書かれているので、データベースそのものがどういったものであるかということが分かりやすく書かれています。で、キーワード検索とかカテゴリーでからの絞り込みとかそういったことができるようになってまして、さらにそのカタログそのものもダウンロードして自分で自由な検索を作ってみたりとかね、なんかそういうこともできるというような形でデータも公開をしているものです。じゃあここからちょっともし余裕のある方はやっていっていただきたいんですけど、先ほどご紹介した NBDC のトップページのこのインテグバイオデータベースカタログというところをクリックしてみてください。あとでちょっと簡単ですけども実習項目もありますので、その時になぞっていただいてもいいんですけども、今ちょっとざっとご使い方を紹介しながらいきますので、できる方は一緒に見ながらやっていただけると非常に分かりやすいと思います。今データベースカタログこういった形の画面が出てきますが、すみません。ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。今ちょっと、すみません。ちょっとプレゼンテーションのそのパワーポイントの方に書いたのとちょっと違ったので申し訳ないんですけれども、一応こちらのところにどういったデータベースがあるのかということが一覧が出ていると思います。でカテゴリーで絞り込むこととかができるようになってまして、でどういったデータベースがあるかの詳細についてはこういった形で表示されています。ここにサムネイルといってウェブ上でどういうような表示がされているかというのは簡単に、イメージとして分かりやすいのでこういうものを載せてますし、それからあとどういった項目がっていうのを簡単にここに出しているというところですね。でそれからこちらにはニュースとかいろいろ出ておりますけど、後でちょっとご紹介するダウンロードできるようなリンクとかそういったものがこちらにあります。でこのデータベースはですね、いろんなデータベースについてこう毎日のようにそのデータが本当に稼働しているかどうかをちゃんと探していってるんですね。ここには休止って14日以上って出てますけど、例えば Google とかで検索してなんかこう出てきたんだけど自分で行ってみたらそこやってなかったとかって非常に落胆するので、そういったこともないようにそういった情報が分かるように一応書いてあります。すいません。それでちょっと先に進んでしまいますけれども、NBDC の人データベースの詳細へというところへちょっと行っていただくと、
資料のだいぶちょっと先になってしまったんですけど、 NPG の人データベースを例にしてちょっと表示した例、こんな感じになっています。名称ですとかどこがやってるですとか、その内容についてのこの文章とかも私たちの方で、なんかをサイトを見ながら書いているものです。それから対象としている例えば生物種が何ですとか、あとどういったものを中に、持っているとか、そういったことですね、そういった情報をこう詳細に書くということをやっています。はい、そうですね、すいません、なんかちょっと私の方のスライドの順番がちょっと変わっちゃってたんですけど、今一番初めにご紹介したような、絞り込みができるようなカテゴリーの場所、それから、データベースの一覧、それから、いろんなメニューというようなご紹介がここに出てました。すいません。じゃあちょっと先に進めたいと思います。ですね、はい、そのデータベースそのものもやっぱり実際のものも見に行きたいと思いますので、その例えばこういったサムネイルのところをクリック、あるいは名前のところをクリックしていただくと、こういうふうに、オリジナルサイトにもちろんリンクして、そちらの方でいろんな作業をしていただくことももちろんできるようにはなっています。すいません、ちょっと私の資料 の順番がちょっと違ってたかもしれないんですけど、あとでまた皆さんご自分でなぞっていただければと思うんですが、でダウンロードのところです。ダウンロードのところはこういったリンクがありまして、ここを見ていただくと、ダウンロードについてはこのカタログのに登録されている全てのレコードをパーンとダウンロードすることができるように固めてなっております。ご自分で何か別の、切り口で検索したいとか、そういったことを自分で、やられる方もいらっしゃいますので、そういったデータの提供しているということです。でここでですね、ちょっとインテグバイオデータベースカタログの実習ということで、ちょっと簡単な例なんですけれども、お示ししているので、少しちょっとここで時間を取って皆さんに見ていただけたらなと思うんですけど、これか、今 NBDC のサイト皆さんちょっと開いていただけますか。でこちらのインテグバイオデータベースカタログというここの場所ですね、これをちょっとクリックしていただいて、サイトに行っていただくと、今こういった形が出てくると思うんですけれども、それで実習の内容として、人から健康疾患に関係するデータベースがいくつ存在するかということをちょっと調べていただきたいんですが、ここの左側にある動物というところ、人も動物なので生物として一応動物の中に含めておりますけれども、そこに見ていただくと人っていうところがあります。でここをクリックしていただくと、それで絞り込み作業になります。今こう304って書いてあるのが、人についてのが一応304あるよということを示しているんですけども、こうやって人ってクリックしていただくと、こんな感じになる画面になったでしょうか。はい、で今度はじゃあもう一個 その健康疾患に関係するデータベースがいくつ存在するかということなんですけども、こちら側の、左側の絞り込み機能のところ、ずっと下の方行っていただくと、ごめんなさい、ちょっとなんかこんな風になっちゃった。ダメですね、今止まっちゃったのか、ごめんなさい、もう一回行きます。あれどうしてだろう、もう一度ログインする必要がある。嫌われてるんですか。すいません、私が嫌われてるんでしょうか。じゃあですね、皆さん大丈夫です、皆さんいけてますかね、皆さんなんとなく見えてるでしょうか。で左側 その先ほどの左側 のところを下の方へずっと行っていただくと、どうしましょうね、着工しましょうか。この左側のこのところですね、ここずっと下の方にまずずっとスクロールしていただくと、機能とかいうのがあると思うんですけど、待ってください、困りましたね。
じゃあこっちにしましょう。私のこっちじゃないか。これはこれですね。これがダメなんですね。すいません。じゃあちょっと、今私の方の、接続している画面でちょっと見ていただこうかなと思いますけど、まあ、これで、人をクリックしていただいた後にずっと下の方行っていただくと、ずっと下の方行くとカテゴリー対象とかいうのがありますけど、ここに健康疾患って生まれて、これをもう一個クリックしていただくと、こういったものですね。で、ここにどういうふうに絞り込んだかっていうようなこれが出てますので、まあ、人外したいというところをまずやっていただければ、健康疾患だけど人だけに限らないというような形で絞り込むことができます。で、ここでご覧いただいて分かるように、139件のものがあります。で、その後さらに、日本でっていうのが確か書いてあったと思うんですけど、まあ、地域として日本か日本じゃないかと一応区別つけてあるので、そこで日本をクリックしていただくと、日本の中には人に関する健康情報とかに関するデータベースがどんなのがあるのかということがここで、分かると。今ちょっと読み込みかもしれないかもしれないけど、こういう形で分かるようになります。95件あります。で、さらに先ほど申し上げたように、それが稼働しているかどうかということが結構重要なので、使いたいときに。まあ、稼働中っていうのをクリックしていただくと、最終的にはおそらく90件のものが出てくるというようなことになっているかと思います。ご確認ください。ではじゃあ次に進めたいと思います。まあ、よろしいですかね。実習のその流れとかもその資料のところに書いてありますので、後からまたご覧いただきながらやっていただければと思います。次に2つ目の複数のデータベース内をオーダー的に検索できないかというデータベースの一括検索なんですけども、これについてはまたその、次のスライドをご覧いただきたいんですけれども、データベースのオーダー検索というサービスを提供しています。これはですね、先ほどはカタログ情報なのでウェブサイトとかで公開されているようなものをなるべくこちらでいろいろ集めたり、データベースを作っている方にデータ情報を提供していただいたりして、表面的に見えているものはなるべく搭載しようというふうにしているんですけども、こちらは、中まで検索しに行くタイプの検索になりますので、そこまでできるようなものがちょっと限られてきます。それで先ほど1300件ぐらいありましたけど、今回はこちらについては437件のデータベースについて、中まで一つ一つにレコードまで検索に行けるといったものになります。で、検索するタイプはキーワード検索なので、キーワードを挿入していただければいいんですけれども、その時に特徴的なのは日英の辞書をかましているんですね。京都大学のライフサイエンス辞書という金子先生という先生が作られているライフサイエンスに特化した辞書があるんですけれども、それで日本語と英語の翻訳をしていまして、両方がいっぺんにかかるような仕組みをラで回していますので、日本語で入れても英語でもかかってくるというところ。でやはりこちらにもいくつかの絞り込み機能を入れてますので、そういった意味で、自分の欲しいデータの情報のところにだんだん絞り込んでいくようなことができるようになっています。で、まあ、だったら Google があればいいじゃないという話をこのオーダー検索をご紹介すると必ず言われるんですけれども、まあ、端的に申し上げると、例えば Google でマウスって検索した場合は、まあ、私たち研究者であればマウスを実験で使うマウスの生き物のマウスもちろん意図しているわけなんですけども、結果的にトップに出てくるのは大体そのコンピューターのマウス、まあ、こちらの方が皆さん一般の方たちにもみんな使われるマウスなので、まあ、優先的にこうやって現れる結果は、まあ、Google の場合は分からないということもありますので、これはまあライフサイエンスに特化した、まあ、Google ライクな検索であるというふうにご理解いただければと思います。で、また Google はあんまり実は網羅的でもないので、そういった意味ではちょっとあんまり、自分でこう選択して情報を見ていかないといけないというものになるんですけれども、で、生命科学のものを生命学データベースオーダー検索について検索対象は先ほど400数十と申し上げた、例えばこういったものが入っています。文献ですとか学会用紙、特許、それからプロジェクトの中でやった
いろんなプロテインですね、そういったものとか、でもちろんゲノム遺伝子とかタンパク質です。でただしこれらはですね、配列の検索ではなくて、あくまでその、説明情報がいろいろ文字で書いてありますけども、そういったところを検索してくる、まあ、関連情報をまたっていっぺんに取ってくるといったために、一応こういったものを全部入れております。横断検索の入り口なんですけれども、こういうふうにここにありますが、ここちょっと使わないで、今回はですね、この講習会用というこのサイトを使っていただきたいんです。でこれに、実はまあ、これだけの50人ぐらいの人間がですね、いっぺんに同じタイミングでポンと検索をかけると、ちょっとかなりやっぱりサーバー的に負荷がかかることがあって、なかなか答え返ってこないので、ちょっとデータの数を少なくして、講習会用に別にサイトを作ってあります。それがこちらのサイトなんですけれども、ここへの行き方は他にもちょっとあって、先ほどご紹介したその資料の置き場のところですね、そこのこのオーダー検索って書いてあるちっちゃいこのあるんですけど、こちらからも行けますので、こちらを使っていただきたいんですが、横断検査のインターフェースはこれはこういったトップページになります。今は講習会用というのを見に行くと、なんかここに講習会用ですというふうに一言簡単に書いてあるだけなんですけども、実際にはこういったところに新着情報なんかも載っけてる。ただなるべくこうシンプルに、あ、ここに入れればいいのねって分かるような感じの、簡単なインターフェースになっています。でここの、ここにキーワードを入れる場所なんですけれども、そこにサジェスト機能でよくGoogle とかでも出てくると思うんですけれども、例えばインフルって入れたらですね、インフルエンザとかインフルエンザウイルスとかそういったものがダーッと出てくるといった形で、入力の補助ができるようになっています。でそれでこれデータベースを検索したいか、それとも、とりあえずヒット件数だけ見たいかというようなことをちょっと区別して検索できるようになっています。でそれから、ここのトップメニューのところにいろんなヘルプページだとか、どんなデータベースが入っているかとか、そういったこともいろいろ書いてあります。これは一応ご参考まで。それで、今ヒット件数っていうのは、まずどのぐらいそういうヒットするのかだけ見たいということであれば、ヒット件数の方を、ポチッと入れていただいて検索していただければいいんですけれども、そうするとこんな画面が出てきます。で各この項目の後ろにこう、これがちょっと本番のサイトのあれでご紹介してるんですけども、例えば統合データサイエンスプロジェクトでは、何千件というような形でこう、それぞれがどのぐらいのヒットがあったかということが出るようになっています。で絞り込み機能は、この場合にはこちら側を使って絞り込み機能するので、このナビゲーション場合には絞り込み機能はありませんが、こういった形でカテゴリーを表示して、それから、ここにプラスって書いてあるものをその下さらに展開できるので、プラスを押してもらうとこういった形で中にさらにまたそのグループ分けで、ゲノム遺伝子 RNA とこう束らげになっているものがゲノム、それから遺伝子転写算だけ機能があるという、そういった形で分別されてまた出てきます。でさらにそれももちろんプラスがあればさらにそういうことより展開ができて、もうそれ以上は分解されない場合にはこういった形で、情報が出てくるということになっています。でこのヒットしたそのこちらの名前のところとかをクリックしていただくと、次のスライドに示すような、ヒットした検索内容が表示されるようになっておりまして、あとはそれぞれについて、情報があるところがあると書いてあるのがあると、それがどういったものかということを、データベースの詳細情報が表示されるようになっています。でこれはその一番初めにデータベースって選んだ時の検索結果と、基本的に同じ情報が同じような感じで情報が出てきますが、インフルエンザと検索した結果がこんな感じで出てきます。一つ一つのレコードがどういうふうなものかっていうのがダーッと出てきて、これが何ページも続くというようなことになるんですけれども、ここには、全体としてインフルエンザの検索がどのぐらいか個数が引っかかったかっていうのと、それから、検索の結果、それから、こちらには、関連遺伝子とかですね、同義語とかそういった情報ですね、それからインフルエンザというと、このインフルエンザという英語名とか、フルーとか、そういった形で展開されているよというような情報ですとか、そういったものがあります。でちょっとこれ今全部画面出てないんですけど、下の方に行くと他に外部リンクなんかもありまして、その外部リンクにはここに入れたキーワードがそのまま入った状態で検索がもかかるというような外部へ飛んでいくっていう機能もあります。でここにはそのナビゲーション、こちらのナビゲーションバーはこう絞り込み機能があるんですけど、それを次のスライドでお示しするとこういった形になってきます。まず
一番上のところ、すべてのデータベースってあります。ここをクリックしていただくとこんな形に展開されます。で、例えば一番上欄ということでどんどん展開をしていくと、最後には、すべてのデータベースの中から総合データベースプロジェクト、私たちのプロジェクトの中の情報ということで、インティグバイオデータベースカタログ、一番上に紹介したカタログを選ぶと、こういった形で、さっきのスニペットっていうんですけど、一つ一つのこういうレポートが並ぶという画面になります。で、今インフルエンザで検索してますので、まあ、インフルエンザウイルスももちろん入りますけど、今ここに出ているのはインフルエンザ菌の方ですね。で、菌の方の情報が今とりあえずトップ2本インテグバイオデータベースカタログの中ではあると、こういったデータベースがあるんだということが分かります。で、中見ていただくと、この、まあ、インフルエンザなんですけど、この英語のインフルエンザもかかってるっていう、こう検索の対象となったところがどこかっていうのことがこう表示をされてますので、見ていただけるかと思うんですけど、はい、こういった形ですね。で、まあ、そこの URL だとか、まあ、どういったカテゴリーの中に含まれるのかとか、そういった詳細情報が、データベースについての詳細情報がここで、検索されたということになります。それで、じゃあ今ここでその横断検索の実習をちょっと皆さんの手を動かしてやっていただきたいと思うんですけれども、その、講習会用のサイトにちょっと行っていただいてもよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。まあ、それで、例と同じようなんですけれども、インフルエンザというふうにちょっと入れてみて、どんな、ふうにデータベースが動くか見ていただければと思います。そうしますと、右側の方にあるいろんなツールボックスがあるんですけれども、そこのちょっと下の方に行っていただくと、これもJST のサービスなんですけども、JGlobal というサービスがありますので、それで例えばリンクをちょっとクリックしていただくと、どんな画面が出るか、別の画面が立ち上がるんですけども、それもちょっと見ていただけますかね。どうでしょう。問題なくいけてますか。ちょっと先に私が撮って、検索中で。例えばこんな感じに出てるかなと思うんですけども、今ここ見ていただくと、いきなり外部リンクに飛んだんですけれども、そこにもうインフルエンザというふうに入ってます。これもちろん日本語ので提供しているサービスなので、このインフルエンザっていうのが入るんですけども、外部リンクの中には NCBI とかその外国のサイトありますよね。で、それはもちろん日本語は入りません。ですから、ご自分で入力したキーワードが英語だったらそのまま入りますといった形でお使いいただけるような外部リンクになっています。それではその実習の続きで、横断検索のところで遺伝子名のSOX2 というのでちょっと検索をかけてもらってもいいでしょうか。これは私がちょっと本番サイトに行ってるのかな、皆さんが見えてる画面とはちょっと違うかもしれません。はい、こんなような感じで出てきてると思いますけれども、その中から、右側のところに遺伝子リストというところでこういくつか出てますよね。これのこっち側をちょっと選んでもらっていいですか。そうすると
どうでしょう、絞り込めましたでしょうか。でそうすると皆さんの検索結果の、見ていただくと、おそらく、まあ、それこの資料はあの中にも入れさせていただいてますけれども、はい、こういった流れでやるということで、はい、SOX2 の方ですね、実習の78の SOX2 で検索するとこんな感じに出てきてて、でそこを選択していただくとこんな感じに今画面がなってるかなと思うんですけれども、それの、下の方のゲノムネットワークプラットフォームっていうところをクリックしていただくと、はい、あ、ごめんなさい、こんな、これももちろんあの外部のところです、SRI に関するそのネットワーク情報っていうのを見ることができるといった形で、どんどんこの自分があの初めに検索したものに関連する情報をどんどんあの引っ張ってくることができるというような形になっています。はい、よろしいでしょうか。この横断検索については、まあ、あの一応あのかなり情報量が多いのでちっちゃい画面で見るのは結構きついんですけれども、一応あのモバイルのサイトも用意してまして、まあ、いつでもどこでもなるべく実現しようということで、こういった形で検索ができるようになっていますので、まあ、あのパソコンが手元にないとかね、そういう時にお使いいただければと思うんですけども、いくつかのこういったあの画面が用意されていますので、もうかなりここまでいくとやっぱりちょっとパソコンで見ようっていうふうに思われると思うんですけれども、一応こういったふうに情報にリーチできる手段をいくつかご用意しているというご紹介です。はい、あとは、3つ目のデータ Z を取得できないかというサービスに関してなんですけれども、それに関するデータベースアーカイブというこのサービスについては、さらに収録データベース、そのデータベース丸ごと使っていいよというような形でご提供いただいているものは今85件あります。それからダウンロードするときにいくつかの形でダウンロードできますので、お使いいただく先の、いろんな解析のシステムに合わせてあのダウンロードしていただければと思います。で、データベースやデータについての説明であるメタデータというものはきちんとついていますし、それから、CC ライセンスというのもそこについてますので、使っていただけると、どういうふうに使ったらいいのかということが分かりやすく提示されています。で、中に入っているもの、こういったものになります。まあ、ゲノムとか遺伝子とか、それから代謝物とか、そういったものですね、まあ、あのデータベースとしてすでに公開されているものに対して、こちらから、データセットとして提供いただけませんかということでお願いして、提供していただいたものがほとんどになります。でこちらは、NBTC のトップページから、そのまま、そのサービスをご利用いただくことができますので、ご覧ください。データベースのアーカイブの入り口は、この左側の上の3つ目のサービスになります。で言っていただくと、あの上の方になんかそのこのデータベースアーカイブについての説明があると思うんですが、下の方はこうあのこの検索できる窓と、それから、データベースがこういうふうにあの一覧を とりあえずこう出して、いうようなそういう画面になっております。でここの、検索のところを、まあ、ここもキーワード検索をしていただければ、こういったこう表に出ているいろんなこう情報ですね、あの実際もっと中に詳細なことをいっぱい書いてあるので、そういったもので検索が可能になっています。でここからはもうちょっと実際に皆さんあの先にこう流れを見るんじゃなくて、実際にそのまま実習をやっていただこうかなと思うんですけれども、あの初めにこういろいろ検索していく分には、あの皆さん今の本番サイトを使っていただいて全然構わないです。で一番最後の実習の一番最後のところにがあの肝臓の病理画像をダウンロードするっていうところがあるんですけど、そこはちょっとかなりサーバーに負荷がかかるので、その画像のダウンロードとそれからフルサイズビューっていうのだけちょっとや今はやらないでください。後であの個別にやっていただく分には全く問題ないんですけど、かなりそれサーバーに負荷かけるので、いっぺんにみんながやるとちょっと大変なことになるかなと思いますので、ちょっとやらないでいただきたいなと思います。それでは、そのスライドをあのパワーポイントの資料に従って、皆さんに見ていっていただきたいんですけれども、まずそのこの検索窓ですね、オープン TG ゲイツっていうふうに入れてもらってもよろしいでしょうか。このオープン TG ゲイツっていうのは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないです
知りませんが、あの170の化合物をラットの個体やラット人幹細胞への、こうエクスポーズした時の遺伝子発現と毒性のデータベースを、作ってあるもので、これあの厚労省の医薬基盤研というところで今データベースを管理していらっしゃいますけれども、そこのデータが一式こちらの方にも入っているというものです。オープンデジゲートで開けていただくとこんな感じになるかと思うんですけれども、はい、でこちらにその利用許諾とかあるんですけど、まずはちょっと中を、見てみたいと思いますので、この下の方のサムネイルか、サムネイルか名前をクリックしてみてください。そうすると、こういった形の、表が出てくると思います。で誰が作ったか、で誰に連絡すればいいのかとか、でどういったプロジェクトで作ったものかといったような説明が出ています。これがあの、まあ、データベースですね、データって言うんですけど、そういったその紹介しているページになります。でまたさらに、再度その OpenDG 技術の検索結果のところの方に戻っていただく と、ここ の、 その利用許諾を確認と取れます。ここをちょっと押していただくとこんな感じで出てきます。先ほどからご紹介している CC というクリエイティブコモンズというライセンスについて、あの詳細なことがとりあえず書いてあるんですけど、まあ、あの全部読むのはなかなか大変かと思うんですが、もっとやっぱ簡単にこの辺をだけ読んでいただければ、どういった使い方ができるのかというようなこととかは分かるようになっていますので、一度これを読んでいただくということが必要になります。です。これを意味するところは、まあ、バイっていうのと、あと、SA っていうのは何か書いてあるんですけど、この表示と継承っていうのはクレジットを表示して同じ条件で、自分がまた再加工したようなデータベースを公開してねというような、ライセンスになっています。それで一度この利用許諾をちゃんと読んでいただいた上で、今度はダウンロードに進みたいと思いますが、 OpenDGGate で検索して利用許諾を確認した上で、このダウンロードというところに行きます。でダウンロードのページというところを見ると、こういったあの、まあ、中にその一つ全部ポンとダウンロードするということはあまりなくてですね、いくつかのこうあの情報が分割されて、こういったものがありますということが一覧にされていて、そこからダウンロードできるようになっています。で例えばこれはですね、 ZIP 形式というのは圧縮した形式で丸ごとデータがダウンロードできるものですね、というものもありますし、中にはそのある一つの情報から、全部は大変だからいらないんだけども、そこからさらに絞り込んでみたいということもあると思うので、データを眺めてからダウンロード可能なような、そういったあの機能も提供しています。で、この検索&ダウンロードとこの一番下のところ、これはみんなでやってもらっても大丈夫だと思うので、ちょっとやってみてください。でそうすると、こんな画面が出てくるかなと思うんです。どうでしょうか。で今からもうちょっとこれを絞り込んだ結果が今出てるんですけど、皆さんには絞り込んでいただくのにちょっとやっていただきたいと思うんですが、まずあのここにバーンと出てきたその全データをダウンロードしたければ、こういった、ボタンがありまして、それから全データはこういう形式でダウンロードできますというような、そういう選択するような画面があのポップアップで出てくるようになっています。であとはその検索して絞り込んでということなので、例えばここに、ハイパートロフィーっていうふうに書いてあるんですけども、こういうふうにちょっとまずそのまたキーワードを入れていただいて、それから、ここもプルダウンメニューであのいろんな検索の仕方が選べるんですけども、今、ファインディングタイプというあのカテゴリーでちょっと、検索をかけてみたいと思うので、それを選んでいただいて、それでこのサーチボタンを押していただく と今あのこちらの表ですね、このファインディングタイプっていうところですね、ここのところで、ハイパートロフィーって入ったものが全てこうワーッと出てくるといった形で、まあ、今ハイパートロフィーで絞り込んだ結果がここに出ているということになります。はい、で絞り込んだ結果をダウンロードすることができるボタンがここになります。これもまあちょっと後でやっていただければと思うんですけど、多分やっても大丈夫だと思うんですが、あのもしあのご興味があれば後でこういった、まあ、ご自分 の、 あの見たいものをちょっと見ていただいてということでやっていただければと思います。それで今ちょっとまたここの、右肩にあるここのちょっとリンクを押していただくと、こういった画面が出てくるんじゃないかと思うんですけど、それでここにあるこの画像ですね、これをダウンロード
はちょっと今控えていただきたいということでお願いしています。これは出てるのはそのちょっと縮小したサムネイルなので、このサムネイル自体をペコッと押していただいて、ちょっとこれを大きくするっていう機能もありますので、それはやっていただいて大丈夫なんですけど、今ちょっとフルサイズビューっていうのと、それからダウンロードで、ダウンロードした後画像を見るのはちょっと専用ソフトが別にいるので、それもすぐにはできないですから、ちょっと後でやっていただきたいと思います。こうちょっとサムネイルペコッと押していただくと、その拡大すると思うので、そこはちょっとお試しいただいても大丈夫です。で、まあ、その他の機能としましては、今そのデータベースの中でデータベースを代表するようなテーブルの検索ページというのがあれば、そういった簡易検索のページへのリンクもここからあります。それから、データベースアーカイブについてはどんな利用状況かということは、中で分かるようになっているんですけど、この今ご紹介したオープン TG ゲートというのはやはり皆さんの関心が非常に高いので、結構ダウンロード数が多くて割と上に出てくることが多いです。で、データベースアーカイブに関しては私たちまたさらにどんどん拡充していきたいと思っていて、データの受け入れをしたいと思っているので、ぜひ何か帰宅してもいいなと思われるデータがあったら、こちらにご連絡いただければと思います。それからさて、ここでちょっと今回医学部でご紹介ということなので、ゲノム医学データベースに対する NBDC の取り組みについてちょっとご紹介したいと思います。お配りした資料の中にあるこの NBDC 人データベースというものに関する説明なんですけれども、人のデータベースから、アクセス制限が必要になるということで、そういったアクセス制限が必要な人に関するデータを収集公開する仕組みということで、NBDC 人データベースというものを今運用しています。でこれ昨年の10月から本格的に運用を開始したものなんですけれども、データベースの入り口は先ほどの3つのサービスのすぐ下ですね、ここにある NBDC 人データベースというところをクリックしていただくといけます。で人データベースに関しては、今までこういうふうにいろんなものを受け入れるっていう仕組みがなかったので、基本的には人に関するデータを預けていただけるんだったら何でも受けようというのが私たちのコンセプトです。でただしですね、匿名化された情報だけです。私たちのところではやはり個人情報につながるようなものをちょっと扱うの難しいこともありますので、匿名化された情報、それから例えば発言情報なんかで、多数 の資料提供者の方の情報をまとめ上げた統計情報とか、そういったものであれば私たちのところで公開して、そういった情報はどういった先生がお持ちなのかというようなことを案内するような情報、そういったものを提供するようにしています。でデータを提供していただくときも、それから、そのデータを利用したいよという申請に対しても、やはり倫理的なところをちゃんと審査してますかとか、そういったことをポイントに、審査をしますが、そういうとき、その審査自体は NBDC が全て実施することにしています。やはり結構それぞれが共同研究を結ぶとかいうことになると、結構利用をするのに結構ハードルが高いところもありますので、そういった審査をなるべく、簡素化して NBDC で実施するということでやっています。でただ提供者の要望はできる限り受け入れるようにしてまして、その例えば、要望っていうのは、ちょっと論文書くから公開待ってほしいとかですね、あとは、これはインフォームドコンセント取るときにがんに限った研究にしか使えませんというようなことが資料提供者の方にお約束している場合がありますので、そういった場合はもちろんそういった利用申請のみにしか公開しないということにしています。でガイドラインとかもいろいろ変わっていきますし、例えばゲノムに対する一般の方の理解もどんどん変わっていくということもありますので、そういったものに合わせてフレキシブルにガイドラインとかそういったところを変えていきたいなというふうに考えています。中に入っているデータは、先ほど言いましたオープンデータというのは、例えば集団の統計値とかそういったものですね。で、特定の個人由来ではない、例えば細胞の解析、人の細胞の解析結果とか、そういったものはオープンにしていいでしょうというふうに考えていて、これはウェブサイトから制限なく公開できるようになっています。で、審査が必要なのはこの制限公開データですけれども、そこは基本的にその個人ごとの情報、個人ごとの情報、例えば300人分集めたとか、そういったデータセットをお預かりして、で預かる時にもちゃんとそのこういうデータベースに格納していいですかということを確認しますし、それから利用する側にも、こういったものを使います、ちゃんとしたセキュリティのもとやりますといったことを確認して出すということを審査をするということです。であと公開待機データというのは、例えば論文で書くからちょっと待ってというようなことであれば、ここに入れていただくのが可能なんですけれども、もちろんいずれちゃんとこちらに移していただくという前提のもとにお預かりするというものです。
で匿名が必須なので匿名化前のものとかはちょっとお預かりできないといったことになります。でデータ共有の仕組みとしては LBDC の中に、まあ、データ共有のためのいろんな仕組みがあって、それでガイドラインを作ったりとかいうことをやる委員会、分科会があって、でそのガイドラインに基づいて審査委員会というのを作っています。でこの審査委員会が先ほど言った提供とか利用とかそういった際の、審査をすることになるんですけれども、例えば提供者がいたら、人データ審査委員会に申請する、で承認を受けるということですね。でこの時に、ごめんなさい、この時にインフォームドコンセントとか倫理審査のそういった書類とかもお出しいただいて、もちろん絶対公開しないので、それをお出しいただいて私はそれで確認するということをいたします。からデータを送付していただくんですが、その時にそのデータの説明情報とかですね、そういったものをちゃんとつけていただく必要があります。それからあとは再度匿名化をちょっとしていただくというようなガイドラインに今のところなっています。で LBDC とデータベースの中にオープンにしていいものはオープンデータ、それから制限法外のものは制限データということで分割して入れていただく。で、いろんな条件は、提供者の方とこちらの NBDC 側の事務局とでいろいろご相談して決めていくということになっています。でその代わりといっては話ですが、この公的なデータベースに入れていただいたので、提供者の方は ID を売ることができまして、そういったものを論文とかで使っていただく。最近やはりそのいろんなゲノム情報とかもかなりその論文発表するときに公的なところの ID 必要ということになってきてますので、そういった ID はこちらから付与することができます。で利用者側の手続きとしては、まあ、同じようですけど申請と承認という手続きがあって、この制限公開のデータについては、ちゃんと ID パスワードなどを発行してアクセスすることができます。で、年に1回ご利用状況をちゃんと報告していただく、あと終了ですねには利用状況を報告していただくということを課してますので、貸したら貸しっぱなしにならないというふうにしています。で制限公開のデータを保護するために、まあ、一定のセキュリティが必要なんですけれども、これは基本的に特にこう利用する側の方にちゃんとこういうことをやってますかということを確認するようなことで、ある程度の条件といいますか、そういったものを提示しているんですけれども、ネットワークの中 の、 そのサーバーの中でのみ利用するということと、これ PC 端末として利用するような PC のところにダウンロードしてコピーするとか、そういったことは原則禁止です。だからアクセスできる人を限定して、これは申請の時に、お名前をちゃんといただいた方に限定していただくとか、あとはセキュリティに関するいろんな要件をチェックリスト化してあるので、そういうチェックリストを提出していただくということで、基本的なセキュリティの、が担保されているかということを私ども確認するということにしています。でこういった暗号、こういった通信ルートがあるんですが、そういった通信ルートは全て暗号化していただくということが必要です。ただこの所属の組織の欄の中にこういった制限公開用のデータサーバーというのを作っていただく必要があるんですけれども、さらにですね、例えばここに、私たちが考えている標準レベルといってハイレベルと2つのタイプのセキュリティがあって、そのハイレベルの場合は標準レベルに加えて、そこのサーバーがあるところに対する物理的にこう入室管理をちゃんとしているとか、指紋認証で入れないと限定した人しか入れないようになっているとか、そういったような要件をさらに課してさらにセキュリティを高めていただく。ただこれはそのデータを提供する側の先生方がやはりインフォームドコンセントにとってをやるときに、そういったところで管理しますというようなことをおっしゃっている場合ですね、そういったことであれば利用者にもこういうレベルのセキュリティを守ってくださいということを課してご提供するということをしています。はい、人に関するデータベースのご紹介、こういったところです。何か質問がありましたらまたそちらの問い合わせ先なんかもありますのでいただければと思います。最後になりますけれども、ここからはちょっと割とジェネラルなサービスなんですけれども、日頃の研究にお役立ていただけるんじゃないかなと思うサービスがいくつかありますので、ここからご紹介したいと思います。それが、やはりその同じ NBDC のサイトのこの右側のところからあるいくつかのサービスなんですけれども、新着論文レビュー、領域流行レビュー、統合データベース、統合テレビというものです。これらのサービスが実は、この講習会も共催している、DBCLS でもって基本的に中身全部作っているものです。統合テレビっていうのはデータベースとかツールの使い方、講演とかを動画で配信している、そういったサービスです。YouTube とかああいったイメージで
お考えいただければいいんですけれども、動画の数はもう750件以上ありまして、で画面の上にこう吹き出しが出てどういったことをやってるとかいうのがよく分かるような形になります。結構検索すると、例えばデータベース名とかツール名とかで検索するとトップに出てくることとか多いので、そういうのでご覧になった方がいるかもしれません。先ほどのようにいろんなサービスでどんなデータベースがあるよってことをご紹介してるんですけど、そういった時にそのデータベースの使い方わからなかったら結局使えないので、そういったものをなるべく皆さんが使う多く使われているものから順に、こういった動画にしているといったものになります。で YouTube にも実際に上げてますので、もうご家庭から検索していただいてもいつでも見られると。で iPad とか iPhone からも視聴可能というようなことで、どんな時でも見ていただけるようなものになります。で本日このご紹介したのはカタログとかその横断原則アーカイブそのものについての使い方も実は動画が載っけてあります。また分かんないなと、他の使い方も知りたいなという時にはちょっとご覧いただくといいかもしれません。で東宝テレビのトップページこんな感じで、でこれがそれぞれのオクトのプログラムの一番最初のページだったりするんですけれども、まあ、こういった形で何かを使うためのいろんな紹介動画ですね、こういったものになっています。それで今度は、ライフサイエンス新着論文レビューっていうのがありますが、これは、日本語による英語論文の解説記事になります。ネイチャーとかサイエンスとかそういったトップジャーナル、いわゆるトップジャーナルに掲載された記事の中から、第一著者が日本人のものを見つけてきまして、その著者本人に、日本語によるその最新の、研究成果に加えて周辺の、情報も加味していただいて解説記事を書いていただいているというものになります。すでに公開数も600個以上ありまして、まあ、中で検索もできるようになってますので、ご覧いただければと思うんですけれども、特徴的なのはその新たに書き起こしてもらっているので文章とか図を再利用していただくことが可能です。で結構例えばネイチャーとかに掲載されたフィギュアは再度使って、多分著者自身ですらなかなか再度使うのができないという状況もあったりするんですけれども、これはその CC という先ほどから出ているクリエイティブコモンズとライセンスでバイっていう、その誰のですよということをちゃんと書いてくだされば、使っていいですよという条件のもとで、著者の方に書いていただいたり、それから図もこちらで書き直してたりとかしますので使うことができるというものです。まあ、著者とか URL などのクレジットをちゃんと表示することっていうのが条件になりますが、そういった意味では例えば先生方が学会発表で参照データとして公開するとかですね、そういったことも全く問題なくできるということになっております。はい、トップページこんな形になっています。ファーストオーサーズ、まあ、第一著者だからファーストオーサーズなんですけれども、まあ今も多分一番新しい記事これじゃないので、画面開けていただくと、こんなもっと新しい記事がどんどん出て、どんどん上にこう積み重なっていくので出てくると思うんですけれども、こちらで検索もできますし、例えば続きを、まあ、ここはサマリーしか出てませんので、あと続きを読むところを見ていただくと、その本当のダーッと記事の書かれているページに飛ぶような、そういったものになっています。こういった形ですね。で先ほどお話したように、まあ、こう要約からそれから、まあ、基本的にその論文のように書かれていますので、中を読んでいただければ、その自分があんまりこの分野にはそんなにわからないんだけどっていう方でもある程度分かっていただけるような書きぶりをお願いしていますので、見ていただければ少し理解が進むんじゃないかなと思いますし、あとこういった図ですね、こういった図も書き直したりから再度取り直していただいたりとかいうこともしているので、こういった図を先ほど申し上げたようにスライドとか別のところに使っていただく、これダウンロードできるような、ボタンもちゃんとついているというものになります。それと似たようなもので、今のはとにかくそのネイチャーとかサイエンスとかに最新のものが出たということをきっかけに書いていただいているものなんですけれども、それとは別に、ある学問分野とか領域を対象にしたやはり日本語のレビューを
シリーズを作ってみようということで、ちょっと、先ほどのよりは遅れて始めたんですけれども、例えば分子生物学会とかタンパク質学会とかこういった学会の方たちに先生方にご協力をいただきまして、書いてくださるその本当の専門家の先生をご紹介いただいて、で、ある特定の学問分野とか領域について書いていただいたという、そういったあのレビューの集合になります。で現在29本掲載中で、これもどんどん増えている状況ですが、文章や図の再利用に関しては同じ状況で、使っていただくことが可能です。でそれは、リーディングオーサーズという名前で、やっているこのページですけれども、例えばオートファジーと疾患というようなもうちょっと広い領域でもって、書いていただいているというのが特徴です。で PDF 版も配布してますので、まあ、持ってって読みたいとか、どっか移動中に読みたいとか、そういったことも可能ですし、こういった形で、はい、もういかにも雑誌 の1ページのようになってますけども、こういった形でプリントアウトしたりとかいうこともできますので、ご覧いただけるものです。さてここまでダーッと駆け足で いろんなサービスをご紹介したいので、ちょっとあふれ気味かとは思いますけども、最後に少しまたパンフレットの裏にをさっきの年表の続きなんですけれども、2011年4月にこう私たちのセンターできまして、まあ、新たなこう統合データベースの立ちが始まってるんですけれども、ここで3年の区切りを 3年ずつのといった大体区切りで、そのいろんな領域の先生にデータをまとめていただくといったことをやってまして、実はこの4月がですね、もう第2段階っていうんですかね、第2期っていうんですかね、そういったのが今ちょうど始まったところです。それで、それ以外にやってる取り組みとしては、私たちのところは文科省なんですけれども、こういったライフサイエンスのいろんなプロジェクトとかやってるところって、実は日本の中にも大きくなんですけど、例えばここ私たちのところ、それから、厚労省 その医薬基盤研究所のところですね、そこでも、ライフサイエンスにかかるデータベースを集めるとか、いろんなデータベースを自ら作るとか、そういったことをやってられてるので、そういうとこ、あるいは、メダルズっていうのは、経済産業省が例えば人の CDN の、解析とかですね、それに対するいろんな情報をつけるとか、そういったデータベースの構築とか、またそれらを利用するためのツール群を作ったりとか、そういったことをしてますので、そういった経済産業省との機関、それから、もう一つはやはり農林水産省ですね。こちらはもちろんその農作物ですとか、あとは家畜ですとか、そういったものでちょっと、まあ、また違うカテゴリーのものですけれども、そういったところのデータを集めている、こちらでの統合データベースみたいなプロジェクトをやられていることもありますので、こういった機関と連携するという、連携をしてライフサイエンス全体をカバーしていくというようなことも進めております。それで生命科学分野のデータベースを統合化していくにあたっては、どんなものがあるかということが分かるようにするということ、それから中を横断的に検索できるようにするということ、それからさらにそのデータを自分たちの手元でも利用できるような形を提供するということ、こういった3つのサービスをご紹介したものをやってるんですけれども、さらにそのバーチャルに全体を統合化していくというようなことをやらなきゃいけないということがありますので、そういったことをこの2014年の4月からの第2段階という、私たちが自分たちで呼んでるんですけど、そういったところで実現の道筋をつけていこうかなということを今やっているところです。で4社によるデータベース統合ですが、それぞれこういったウェブサイトとかを持っていて、サービスとして提供していたり、基本的にその検索ができるようにそれぞれのところでもやってるし、それから先ほど私たちでご紹介した横断検索なんかでも全部一応こうかかるようにというようなことをだんだん進めてますので、そういった意味ではどこから行っていただいても基本的に同じようにデータが見られるようになってます。ちょっとだけこうやっぱインターフェースが違ったりとかするので、いろんな使い勝手というのはお好みがあるかと思うんですけれども、それぞれがデータをなるべく交換して同じような情報をいろんな切り口でできるようにしましょうというようなことを進めていて、それがこのインテグバイオデータベースというインテグバイオというサイトから公開しているようなサービスになります。これについてはちょっとパンフレットとかの後ろにもありますので、ご覧いただければと思います。これ最後のスライドになりますけど、私たち今ご紹介したようないろんな多様なサービス やってますので、一度そのサイトの中をご覧いただいて、皆さんがいろんなことを使いいただければ、これは
これほど嬉しいことはないので、ぜひ一度サイトをご覧になっていただければと思います。